皆さんこんばんは。今日はね、アジサイ、愛知県食べログ1位のね、アジサイラーメンにね、行ってきた感想を述べたいなと。ここね、ラーメンっていう中では最高得点みたいでね、3.77 というね、高評価のね、ついてる店でね、まあ、僕にね、あの日曜日のね、6時半頃行ったんですけどね、10人待ちでしたね。まあ、10人待ちね、まあ、あの醤油ラーメン食べたんですけどね、まあ、あのクオリティはね、結構やっぱ麺、スープ、具材、どれをとってもね、素材を生かした味で、まあアクセントにね、チー油、鶏の油が使われてたと。うん。クオリティは高いですけど、まあ私の口にはね、合わなかった。チー油がね、甘くてね、ちょっと甘辛い、甘醤油だったんでね、ちょっと甘いのはね、ちょっと私の中では、ちょっとお口に合わなかったかなと思うんですけど、まあね、お客さんはいっぱい来てますしね、今でもね、行列ができていると。そしてね、コロナ禍でね、やっぱね、お客様の人数をね、3分の2か半分にしてね、コロナ対策もしっかりしているお店でね、まあ、値段もね、醤油ラーメン800円とね、食べログトップのお店としてはお手頃な値段でね、チャーシューもね、胸肉も入っててね、結構お得だったかなと思ってます。では、バイチャー。